はい、続いてなんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めてください。はい、ラジオネーム三平。ブラウンスケルトンことリカコさんの野郎がささやかな素晴らしい小さな幸せという素敵なタイトルでくだらないブログ記事を書いてやがりました。またまた庭のバラが可愛く咲いてくれたので1階のゲストのトイレに飾ってみた。トイレにもお気に入りを飾ること大事だよね。大事じゃねえわ汚ねえ便所に飾られるバラの気持ち考えろ。だいたいクソしながらバラなんか見ねえし、クソまみれの便所に飾っていいのは C 級グラビアアイドルのポスターだけなんだよ。具体的にはな、手島優と小坂由佳と小野真由美な。それ以外のポスターは便所じゃなくて部屋に貼れ。なんだこれおい、なんなんだ絶対怒りたくて見てんもんな、ブログだろうな、これは。俺は相川翔さん家で、はい、バーベキューパーティーしてて、リカコさん家隣なのよ、相川翔さん家。あ、そうなんすね。リカコさん家の敷地の方に七面鳥逃がしたことあるどういういたずらなの。で大騒ぎしたらリカコさんが窓から何っつって七面鳥逃がしましたっつって怒られたことある。ラジオネームたまたま進歩。人気ハゲブロガー市川海老蔵さんが自身のブログでもしかして見ちゃったと題し、都内で撮影した円盤型の未確認飛行物体の写真2枚を14日にアップし、 UFO マニアの注目を集めているようです。またその時の様子をトースポの取材に答え、逆に取材に来たトースポの記者の写真を撮り自身のブログにアップしているそうです。おい筋肉バカのハゲゴリラ、もしかしたらその円盤 UFO じゃなくて灰皿じゃねえか。多分燃料はテキーラだな。んこの組み合わせやべえぞハゲ。のんきにトースポの記者ブログアップしてる暇ねえぞ。これはお前か、お前がボコられる前の暗示じゃねえか。こんな危険なものをブログにアップしねえでな、いつも通りの風呂とかフルーツ写真のブログにしやれ、しやがれ。なんだこれおい。だけストレートすぎるな。ラジオネーム三平。順調にメディアへの露出が減り始めている美奈子さんがブログで怪しい商品を宣伝していらっしゃいました。あっとこれは大丈夫ですか。リンパマッサージセルライトスパッツ、やった。履くだけで加圧トレーニングとリンパマッサージと骨盤矯正をしてくれるんだって。私も早速使ってみたの、うん、そしたらね、リンパの流れが良くなってむくみが取れてほっそりに、はい、多数の芸能人も愛用してるらしいよ。購入は公式ショップから。嘘つけスパッと履いただけでお前の豚足がほっそりするわけねえだろ。念のため公式ショップのホームページ覗いてみたけどよ、案の定愛用してる芸能人の名前全部伏せ字だったぞ。石丸さとみ、道丸三姉妹、竹丸恵美、誰だよこいつら。お前だけ実名で堂々と宣伝してんじゃねえよバカが。炎上して地獄見る前にブログ消せ。なんだこれおい。やぶね。まあいいけどね、別に知らないけどさ、石丸さとみって誰だな。いやもう石丸幹事さんの娘さんかな。いやその丸じゃないでしょ、漢字の丸じゃないでしょ。道丸三姉妹ってのかな。だまあ団子三兄弟みたいなもんかな。そうですね、でしょ。丸三兄弟、竹丸恵美っていうの、竹あのぶっ込みのタクのぶっ込みのタクのスーパーリーゼントの竹丸かな。すげえだね。ピンパルスみたいなの乗ってて、ね、すげえの乗ってて、まあ、ワニブチだけ車だけどね。分かった、龍神死んだ時ね。ラジオネームチェーンギャング。中国のレストランがあ、ごめんなさい、さっきのあげとこう、美奈子さんのやつ、あパン、いい情報だからエンジェルあげときます。パン、ありましたね。ラジオネームチェーンギャング。中国のレストランが提供したカラマリ、日本でいうイカフライの中にピンク色のコンドームが混入、女性客が異物に気づき
フォークですくってみたらコンドームだった。うわ。女性オーナーを呼んで苦情を伝えるとオーナーは逆ギレ。激しい口論の末、女性客はもしオーナーがこのコンドームを食べればなかったことにすると提案。オーナーはその場でコンドームを飲み込んだ。嘘。それでも女性の怒りは収まらず慰謝料請求。二人ともバカかよ。もうこのことに関してはごちゃごちゃ言わねえ。なんだこれ。おい。すげえよ。ニュース見っけだな。めっちゃすげえ。ドラマとかコントみたいな話だな。コンドームどうやって入るんですかね。え、それイカが飲み込んでたパターンなんですかね。いや違うだろう、なんか多分店員がいたずらだったりとか、ね、そんなんじゃない、嫌がらせだったりとか。あ、イカフライにどうやってコンドーム入るの。いやーすごいな、これだから俺だったらあれだろうな、長澤まさみちゃんのおしっこが混入しているじゃないかってお客さん送ってきたらさ、ちょっと待って、ちょっと、あ、お客さんの方じゃないんですね。お客さんがね、はい、ありがとうございます。これなんだ、長澤まさみちゃんのおしっこが混入してるじゃないかって、俺奥の方から、はい、なんか何か不都合ございましたかって出てきて、いやこれ長澤まさみちゃんのおしっこが入ってるじゃないの。長澤まさみだって分かったんだ。入ってるんじゃないの。いえ入っておりませんけども、うん、いやだから入ってるじゃないこれ長澤まさみちゃんのおしっこがって。いや、うん、いやじゃあ私が食べてみせましょうって、食べちゃうよね。何の話だよ。最初からおかしかったんだよ。なんで長澤まさみって分かったんだよ。スタートからおかしいんだもん。待ちきれなかったわ。おしっこ入ってるじゃないかって。食べちゃうおち待ちきれなかったわ。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。有吉さん、九州のゼニゲバグマことゆるキャラくまモンが召喚周年ジャンプ召喚週週刊召喚週刊週刊生活習慣病週刊週刊少年ジャンプに掲載された読み切り漫画くまモンじゃないやつ物語に無断掲載されたとして、集英社のジャンプ編集部を直々に訪れ小編集部抗議していました、はいはい、って言うけどよ、新聞がクソ真面目に取り上げてたから慌ててジャンプのホームページのお詫び文を見に行ったら超和やかな雰囲気じゃねえか。編集部とクマが和気あいあいとじゃれ合ってて、おまけにお詫び文の最後の方で笑顔で集合写真撮り合ったり、しまいにはここにお詫びしますもんだと、全然新聞の記事と雰囲気全然違うじゃねえか。まったく集英社は、集英社もクマもおめでたい奴らだな。クマもそんなところで油売ってないで、とっとと俺たちに良質な熊本高級ソープの情報を教えろ。ケツの穴にからしレッグを突っ込んで待ってるからな。なんだこれ。ちょっと論、もっとはっきりしてほしいな。何論点をですか。以上。ありました。